から高級別荘地としてあまりにも有名なこの軽井沢に、怪しい動きの手打ち蕎麦屋の親父がいるという。その親父を見届けようと宝社員が軽井沢にやってきた。今までは表しにくいですけども、10階建てぐらいあるんでしょうか。ドアは何でしょうか。立ってて開かないということは自動じゃありませんね。手動ですね。わかりました。手で動かしてよろしいでしょうか。入っちゃって、わかりました。さあ、どうも失礼いたします。あ、いや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 、あ、どうも初めまして、失礼。あ、どうも高田です。何これ。今ね、ご主人が一生懸命ねやっておりますの。来ておりません、来ておりません。かなり気持ちが入っておりますね。あ、今なんか丸いですね、何でしょうか。フリスビーみたいなの作ってますけどね。あれがそう、そのフリスビーみたいなのがお様なんですか。入れ込んでおりますね。いやいやいや、お父さんのお名前何とおっしゃるんでしょうか。もう今もう完全に入れ込んでおりますね。来てます、来てます。手が滑ったから出てないこれ。勘違いいたしますけど、危険と紙一重、こんなところで戦っております。ほら、あれがどん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 伸びていくんですね。うわ、お父さん力が入ってます。素晴らしい見事な動きをしておりますね。いやー、なんかアダルトビデオの男優にでもね、おすすめしたらいいような感じの動きですね。素晴らしい動きをしております。さすがにご主人、ご主人好きなタイプの女優さんなんていますか。ああ、そういうところじゃねえと、このように言っておりますね。どうもすいません。童話のアニサみたいな。趣味は何でしょうか。イソップ物語みたいな。そんなこと言ってる時じゃないと。趣味はもう蕎麦を打つのが大好きだと。中に入ってたんです。いや、どっかこの腰の向きが、またこういう。なんか怒ってるみたいに。もうやってる時はほとんど無我の境地ですね、ご主人ね。いやー、こちら、こんなところに一万円札が落っこってますね、ご主人。それどころの騒ぎじゃないですね。もう無我の境地ですね。今チラッと見たね。違う世界に行ったみたいな。全然動じません。どうしたことでしょうか。これならかなり行くでしょう。聞こえないよね。これはもうね、どんな方でもね、びっくり上がって3メーター飛び上がるというね、これですよ。さあ、だんだん来ました。怖いよ。これだけでも手も休めるでしょう。ほら来た、ほら来た、来るぞ来るぞ来るぞ。あー、来た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 。まだでかい、これはでかい。もっと来る、もっと来る。さあ、ご主人もこれならびっくり上がるだろう、飛び上がるだろう。来た来た。インタビュー何もねえじゃねえ。あ、しても もう無駄の境地に入ってるから。風船の破裂したのと首の動きがぴったりやったからパンと黒くなって一応驚いたのかも分かんないよ。そうです、すごいね。このね、親父さん、岩手高校が津軽で、あ、津軽じゃない、そう軽井沢で、インターハイの試合があった時に、私たち行ったんでしょ、この蕎麦屋に。そうそうそう。あんまり面白いんで見に行ったの。あんまり面白いんで見に行ったの。田前敏彦さんとかいろんな芸能人の写真が貼ってあって、元ね、元長曽根さんとか。ほんでね、最後この親父がもらったから。そう、違う、じゃあ別人になるんですよ、普段は。あの、そばを見たら隣こうなるんですけど。だから何聞いてもはい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 。あ、そう。普段はこうやって歩いてましたよ ね、普通に。普通に。この歩き方しないの。この歩きは危ないんじゃない。お前だって危ない。危ないだ。タバコ吸ってたから。で、今日はですね、こんなそば屋。